埼玉県道12号川越栗橋線は埼玉県川越市と久喜市を結ぶ延長約 30km の県道である。国道254号、国道17号、国道122号といった埼玉県内を縦断する主要国道を東西に横断している。通称川栗線または勝負振動。起点は埼玉県道39号。 川越坂戸諸山線との交点である、川越市の札の辻交差点である。川越坂戸諸山線は川越の中心市街を縦断しており、札の辻の南は、いわゆる小江戸川越の蔵造りの街並みで、情緒ある風景や、たくさんの商店が見られる。また、園石で区切られた歩道はないが両側に、石畳があり、これを歩道として利用することができる。 川越坂戸諸山線は、札の辻で西へ折れ、川越栗橋線はこれを引き継ぐ形で北上し、新明町交差点で北東へ折れ、国道254号と交差して、田畑が覗く川越の郊外を北上する。川越市内は、全体的に道幅が狭く、歩道のない路側帯のみの区間が多い。釘部橋で、入間川とオッペ川を渡り、引き群川島町に入る。 平坦な田園が広がる街の東部を縦断し、埼玉県道74号日高川東線と交差する。道幅の狭い箇所が多いが、交通量も非常に多い。2010年代にようやく一部で歩道整備が行われたものの、路側帯が狭い箇所も目立ち、歩行者、自転車の通行は注意を要する。太郎栄門橋で荒川を越えて桶川市に入る。 桶川市内は、ほとんどの区間で歩道が整備されている。太郎江門橋を渡ると坂を登り、川たに交差点で、埼玉県道57号埼玉港の市線と合流して、共用区間となる。坂を降り、再び登ると、国道17号上げ道路と交差する。ここから4車線区間となり、再度坂を下った滝の宮交差点で、 埼玉県道57号埼玉高野ノ線が南へ分岐する。4車線の道でまた坂を上り、下秀屋交差点の先で降り、再度上ると平坦な、桶川の中心市街となる。高崎線を立教でまたぎ、旧中線道、国道17号、首都圏中央連絡自動車道と交差する。埼玉県道311号ハ田高野ー線と、 交わる桶川高校入り口交差点で4、車線区間は終わり、北東へ直進する。上越新幹線の高架をくぐり、元荒川を渡って、喜市に入る。久喜市内では、大半で歩道が整備されているが、一部で狭く注意を必要とする区間もある。平坦な田園を北東へ進み、勝負町勝負で、国道122号と交差、東へ向きを変え、 東北自動車道を立体交差でまたぐ。橋の西詰めから、埼玉県道146号6万部、区規定車上線が分岐する6万部橋交差点までは、東北自動車道建設の際に付け替えられている。6万部橋交差点で北に折れ、北西へ向きを変えながら、和志宮地域中心部南側を通過し、東部伊勢崎線を立橋でまたぐ。かつては、 和紙谷の葛梅地区のカーブ部分は直線であり、そのまま東武伊勢崎線を踏切で渡り、旧和紙谷町中心部をクランク状に通り抜けていた。さらに、西へ進み、西大臨交差点で埼玉県道3号埼玉栗橋線と合流。高柳交差点で埼玉県道3号埼玉栗橋線と共に国道125号に合流し、 国道4号の栗橋交差点まで重複する。桶川市北付近、桶川市大和坂田付近あたり、路線のうち、桶川市内の川田屋交差点から、桶川高校入口交差点までの約5キロメートルは4車線化されている。道路線は埼玉県の東西を結ぶ主要道路の一つであるため、南北の主要道路である国道17号と交わる。 桶ケ市内での混雑がひどく、特に道幅の狭い西部の川田や地区では、生活環境が悪化していた。国道17号上尾道路や、首都圏中央連絡自動車道の開通に伴い、この区間の交通量増加が予測されたことから、上尾道路と首都圏中央連絡自動車道、桶ケガワインターチェンジに挟まれた桶ケ市外の区間を4車線化する事業が行われた。この区間は、 都市計画道路に指定されており、国道17号と交わる坂田交差点より、西は滝の急線、東は可能線となっている。交差する道路の突起がないものは、指導、うど、ありがとうございます。